はい、こんにちは、RQ19 です。今日の番外編です。こちらに出てますけどね、カードフォルダーですね。私のね、レビューにはね、最近頻繁に出てくるカードフォルダーで、以前にもちょっとね、触れたことがあるんですけども、これね、どんなものですかとかね、どこで入手できるんですかとかね、非常にね、お問い合わせをたくさんいただくようになりましたのでね、今日ね、こちらをね、ご紹介したいというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけでね、こちらのね、カードフォルダーをご紹介していきたいと思うわけですけども、カードフォルダー私ね、結構いくつか持ってまして、こういうね、透明タイプのね、プラスチックのカードフォルダーだったり、同じくこのね、木製でもね、こういったね、ちょっと細長いものとか持ったりするんですけども、これね、何が良くてね、よく最近使ってるかっていうと、例えばですけども、まあこれね、私ね、好きなね、ファンタジーリアルですね、あれのカードゲームのカードなんですけども、大体のやつ、例えばこういうプラスチックのやつだと、ここ溝になってるんですね。透明なんでちょっとね見づらいんですけど、こういうところにこう刺していく感じなんですよね、こうね。でこういう風に使うのはまあもちろん便利でいいんですけども、これも私お気に入りではあったんですが、これスリーブとかに入れたりするとね、結構きつい時があるんですよね、ここのところがね、ここのところがきつくて、で一旦刺すとまあそれしっかりできるんですけども、カードのところでこう出したり引いたりっていうのは非常に頻繁なやつだとちょっと結構めんどくさいですね。スリーブがね、ここのところ噛んだりするとっていうのがあって、まあ、最近ちょっとあまり使ってないんですね。もちろんね、ゲームによっては非常に便利でね、長く持ってるポーカーとかだとね、非常にいいんですけども、まあこういうのがあったり、こっちも同じですね。こういうところ大体ね、ほとんどのカードのやつってこんな感じで刺すと思うんですよね。そうするとこれでもうご覧いただくとわかると思うんですけど、一番下見えないんですよね、これね。ここね。一番下のやつは見えなくて、カードによってはちょっと下のところね、こういうところの、この辺にアイコンがあったりね、数値があったりするやつがあったりするの、まあまああるんですよね。なんでこれもちょっと、こういう木製のやつで立ててしまうと、まあどうしても見えませんっていうことがあって、ちょっとこれも不便だったんですよね。でもちろんただこういう場合のやつはね、ここね、結構ね、空きが大きいので、カードのね、スリーブへなんか干渉することはないんですけども、下の方が見えなくなるっていう弱点がね、まあまあこういうのたくさんありましたと。で、これですね、まあこれもね、万能ではなくて、ちょっと短いんですよね。ちょっと短いんですけども、非常にこれ簡単な、まあ刺さないんですね、これね。ほら、こういうふうにね。まあ3枚ぐらいしか入らないんですけどね。非常にね、ここのところが、刺すところが何にもないというところと、これ斜めに置いておけるというところがあって、これ非常に私お気に入りなんですね。なので非常にこう取り出しやすくて、スリーブにも全然干渉しなくて、まあ下のね、ギリギリまで見えるというところなんですよね。っていう形になっているので、これね、非常に便利な、この、さっきの欠点をね、いくつか解消されていて、今すぐね、置いてますけども、下までね、完全に見ることがね、こう斜めに立てかけてるだけですからね、見ることができるっていうことと、スリーブに干渉しないっていうね、タイプのカードホルダーになってて、よく使ってました。ただ欠点はね、もちろんね、こう簡単にすぐ倒れちゃいますんでね、ゲーム中この辺だけはね、注意が必要ですね。で、肝心の、じゃあこれどこで手に入るんだっていうか、どこのお店で売ってるんですかって話なんですけど、実はこれロシア製なんですよね。日本製ではなくて、私ロシアから輸入しているようになっていて、国内で、ね、私これと同じものを知らなくて、毎回ですね、私何個かもう輸入しててね、数増やしてるんですけど、手元で。ロシア産になってて、国内の方ではないようです。ロシアのですね、ライブブライトリーワークショップさんっていうところね、この辺ちょっとね、写真とか出しておきますけども、ライブブライトリーワークショップさんっていうところが販売されていて、安いんですね、これね、1個ね、今値段が時々変わるんですけども、あれ為替の問題で、これ250円ぐらいなんですね。これ1個250円から300円の間なんで、まあ、4つ買っても1000円ぐらいしないぐらい、あとはね送料だけなんですけども、送料もねしばしばすごい安い値段で売ってるので、まあ4つとか買ってもね全然安くて、で在庫もねしばしばないんですけど、多分これハンドメイドで作ってられてるんですね。なんで在庫がなくてもしばらくしたらね在庫復活してたりするので、ライブブライトリーワークショップさんのところで見るのがいいと思います。でお店のサイトはどうもないようで、eBay とかですね、エテシーとかね、まあそういったサイトのところで出されているようなので、まあ、そういったサイトのところね、まあご興味があればですね、エテシーの方だったら日本語の方で説明とか出てくるので、まあこのね、下の欄とか書いておきますね、そちらをご覧いただいてもいいかと思います。ただし、梱包は超いい加減です。前私来た時もこれの、例えばこれとかだったら、こう2個位置にね、2個位置にこうなってたんですけど、これ多分サランラップで巻いただけでしたね。サランラップでぐるぐるっと巻いていて、そのまま封筒にボコンと入れただけっていうね、途中ぶっ壊れても全然知らないよぐらいのね、形だったので、耐久度、輸送中の事故についてはね、あんまり考慮してないみたいですが、ただまあ来た頃に関しては私も10個ぐらい買いましたけど、非常に頑丈でね、使い勝手が良いということなので、私、なくならないのもちょっと予備持ってますけども、このレビューとかするときもね、カードすごい便利で置きやすかったり、見やすいですよ、これね。で、この長さもね、もうちょっと短いやつ、2つ用のやつとかね、いろいろ長さもあったりするので、そちらの方をご覧になっていただくのもいいと思います。本当だから1個300円しないぐらいで、送料もすごい安い形できます。ただ、ロシアからだって、COVID-19 とかいろいろ影響があるので、作るにはね、
ね、到着に1ヶ月ぐらいかかったりすると思いますけども、下の方ね、ご興味がある方はリンクの方からチャレンジしてみてはいかがでございましょうか。まあ、私もね、ロシアはね、このお店しか使ったことないんでね、どういう品質が来るか必ず保証できるものでもありませんが、お試しになってみるのもいいかもしれません。ついでにですけども、カードホルダーね、こういうのもね、同じとこね、扱われているんで、私これもね、結構好きなんですね。レビューの方ではあんまり出ませんけど、こういう風な、こんな感じで、ね、差し込むことができたりするので、今ね、このカメラとちょうどね、斜めからよくね、見えてると思いますけども、まあ、ゲーム中にね、差し込んでいて、買うためのアイテムで名前が分かればいいやとかですね。あるいはね、ゲームマーケットやなんかでね、このウルカードやなんかね、ディスプレイすると、こう上からすごくこう、皆さんの方がね、こうね、すごい見やすかったりするので、これもね、同じくらいで、ね、何百円とかなんですね。特に収納するのにこう、ニコイチでピタッとしまえられたりするので、これもね、同じところで売ってたりしますんで、さっきのね、ライブブライトリーワークショップさんですね、というところで見るので、こういったところをですね、海外のところですね、こう手物のね、ハンドメイドショップっていうところが結構あって、エディセンがそれなんですね。個人がですね、まあちょっとしたね、まあビジネス的に売ってますよっていうのは海外で非常にたくさんあるので、そういったところでね、こういうのを探してみるのも面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけでね、今回ですね、最近ね、よくお問い合わせいただきましたね、このカードホルダーですね。正式名称もね、本当にね、カードホルダー、フォアボードゲームって、そんな名前なんですよ。なんで、もうカードホルダー出てくると思いますけども、カードホルダー、フォアボードゲームですね、ライブブライトリーワークショップさんのね、製品をご紹介いたしました。まあこれね、ロシアから輸入なんで、ちょっとね、輸送中の事故とか若干怖いかなという思いはありますけどね、まあ何百円とかなんで、一度ね、在庫がある時にもお問い合わせしてみてはいかがでございましょうか。ザ・ゲームチャンネルの春、けじけでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。